リストの星川かおりです。今回はですね、吉岡先生の、リクエストもありまして、デニス・コフィー、デニス・コフィーっていう人はですね、モータウンでも弾いてますし、まあ、いろんな、ソウルの、バッキングをやってる人であります。ソロアルバムも何枚か、出ております。おそらく、デニス・コフィーが一番最初にソウルミュージックに、サイケの音、ワウとか、ファズとかを取り入れたのではないかなと、思っています。では今回はデニス・コフィーを解説してみたいと思います。では1曲目は、スピナーズの名曲、It's a Shame を、解説してみたいと思います。1本カッティング入ってますが、これは、ディニス・コフィーではなく、エディ・ウィリスかと思われます。コード、A フラットマイナー7 D フラットブンド B G フラットメジャー7 E フラットマイナー、この繰り返しで、後半が B メジャー7 A フラットマイナーB マイナー7 E7 A フラットマイナー7 D フラットブンド B。 メロディー弾いてる方が、デニス・コフィーなんですが、このエレキシタールで弾いてます。ではやってみましょう。2曲目は、マーヴィン・ゲイの名曲 I want you を、説明してみたいと思います。イントロは、C シャープマイナー9、これが一発もんです。で、1、2、3、4、で、歌中入るとコード展開していきます。C シャープマイナー9、F シャープマイナー7、G シャープマイナー7、A フラット、A メジャー7、G シャープマイナー7、C シャープマイナー、F シャープマイナー7、B 分の A、E メジャー7、G シャープ7、サス4、G シャープ7。1、2、3、4。イントロの、デニス・コフィーのギターですが、印象的なのは、ファズをかけています。トーンベンダー系ということで、トーンベンダー系のファズを踏んでやると
こんな音で弾いています。歌中も、結構印象的な、裏メロ的な感じで、弾いてますが、印象に残る、1回目の歌のバックのところを説明すると、ワン、ツー、スリで、しばらく休んで、こんな風にして弾いています。ではやってみましょう。ファズとバウ両方かけて、弾いてますが、で次の白玉弾くんですが、1回目は、F トップ、次は、D トップ、でイントロ途中からクリーントンで1本、入ってきますが、それはオクターブで弾いてるわけです。ではやってみましょう。のやはり名曲で、サイケデリックシャックを、説明してみたいと思います。1本はファズだけかけて、イントロからこんなファズかけて、ベースに溝みたいな感じで、弾いてみます。もう一本は、和音も踏みまして、で次なんですが C マイナーを押さえまして、1回目ジョワーダーダー、このようにして弾いています。ではやってみましょう。
スクールソウルギターボリューム6、いかがだったでしょうか。ではまた。